鳥山石燕、ガト百鬼夜行より、なるや妖怪カルタより、田島国のやめへの伝承を描いた縁の下から出る畳上げのわいの絵札。水木しげるロードに設置されている、ヤナリのブロンズ像か、なる、ヤナリ、ヤナリ、なる,るやは、日本各地の伝承にある、怪異の一つで、家や家具が、理由もなく、揺れ出す現象。鳥山石燕のガト百鬼夜行では、 小さな鬼のような妖怪がいたずらをして、家を揺すってやめを起こしている絵が描かれているが、現代では、西洋でいうところのポルターガイスト現象と同一のものと解釈されている。なお、現代でも、温度や湿度等の変動が原因で、家の構造材がきしむような音を発することを、やなりと呼ぶ。特に建材が馴染んでいない、新築の家で起こることが多く、ひどい場合は、欠陥住宅として、 建築会社と家主がトラブルになることもある。江戸時代の書物、太平百物語の矢、明治時代、田島国でのこと。ある老人たちが土胸試しのため、化け物屋敷として知られた家に泊まり込んだ。夜更けに突然、家全体が激しく揺れ始めた。老人たちは地震かと思って外へ出たが、揺れているのは家だけだった。この会議は翌日も起きたため、 浪人たちは佐支市という層に相談し、一緒に家に泊まってもらうことになった。佐支市が浪人たちと共に泊まった夜、家が揺れ始めた。佐支市は畳を見つめ、最も激しく揺れる箇所に小刀を突き立てた。すると、揺れはそれきり、ぴたりと止まった。翌朝になって、家を調べると、床下に白馬青眼霊と記した墓標があり、消刀の突き刺さった目の部分から、 血が出ていた。近所で人に話を聞いたところ、かつて近隣を荒らし回っていたクマを、その家に住んでいた男が殺し、たたりを沈めるために、その墓標を建てたものの、クマの霊に疲れて死んでしまい、その後も霊が家の中をさまよって、数々の怪異を起こしていたということである。日刊新聞、二十六新報明治三十四年十一月二十二日の記事にある家。明明治33年1月 東京府本塾表町の長屋で、影山上作という住人の妻中が長女を出産。翌年に次女を出産したが、生後二日目に次女が死亡。その初七日に長女も休止。さらに四十七日の日に中が死亡。立て続けの不幸で、上作は出費が加算で借金が重なり、到底返済できずにいるところへ、再建者が詰めかけてきて、次々に、 家財道具を持ち去ってしまった。上作は、泣く泣く、どこへともなく、姿を消した。以来、その長屋では夜な夜な、牛密時になるとやめえが起きるようになり、住人たちは我先にと他の地へ引っ越しを、考えるようになった。この家名の原因は、上作が失った、家族三人の恩慮の仕業と噂されたという、あずま安定2年6月6日上に、御所の二江殿において、 ヘッついなりの会議があったと記述されている。小規模ながら、これもやなりに類する記述の一つであり、中世前半から認知されていたことがわかる。あずまのような会議としての故障は記載されていないが、類した現象自体は、さらに古く、日本初期、天智天皇10年12月17日上の後に、宮中の大医療に八つの家内があったが、それが一人でになり、 ある時は一つなり、ある時は二つ、ある時は三つ一緒になって、またある時は八つとも一緒になったと記述されている。このように古くは、権力者の調理場において不吉な前兆として記録されている。俗日本期、法期十一年六月二十八日上に、伊勢国の根性として、十六日、旧の御時に、鈴風機の内情で太鼓が一度鳴ったと記され。 同年10月3日上では左右の兵庫の鼓が鳴った。その後、矢の飛ぶような音が聞こえ、その響きはうちの兵庫にまで達したと記述されている。天皇元年3月26日上には三政家国の根性として12日羊の時の3点に戸又軍の兵器庫が音を立てて振動した。4点にも同じように音を立てて振動があった。 その響きは大きな雷が次第にとどろくようであった。また道場、伊勢国の根性として、16日の牛の時に鈴鹿関の西側中央の縄文の太鼓が自然にサ度なった。4月1日上、左右兵庫の兵器が自然になった。その音は大石を地面に投げつけるようであった。5月16日上にも伊勢国の根性として、 鈴鹿関の縄文と森や四棟が14日から15日まで自然にやなりしてやみませんでした。その音は木で建物をつくような音でしたと細かに報告されている。日本書紀やあずま鏡が器物に対し建物のやなりであり、古代から見られる12月26日上では兵庫市の南院にある東の蔵がなったと記される鹿の沢小屋とは 長田岳の西南西約900メートル、標高1550メートルにある山小屋、常にではないが、宿泊していると、パチ、カチンなどのラップ現象を頻繁に聞くことができる。ありがとうございます。